クリミアに面するロシア南部多摩半島のボルナにある石油貯蔵施設で3日、大規模な火災が発生しました。州知事は SNS で非常事態省や消防隊などが現場に派遣されたことを明らかにし、これまでのところけが人などは出ていないとしています。独立系メディアのバザーはドローン攻撃があったと報じていて、火災の直前に爆発音があったと伝えています。 現場はロシア本土とクリミアを結ぶ橋のののすす。ぐ近くですクリミアのセバストポリでは先月29日にドローン攻撃とみられる燃料貯蔵施設の火災がありウクライナ側は大規模な攻撃に向けた準備だと関与を示唆しています。ニュース